武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年山形大学の物理の勉強方法について話していきたいと思います。山形大学の物理、試験時間は理学部の場合90分間、医学部の場合理科2科目で120分間、工学部の場合、物理単体で120分間となってます。で、理学部医学部が共通の問題で、工学部のみ、単独の別の問題というふうな形式になってます。で、では理学部医学部の共通の物理の方から話していきます。理学部医学部の物理に関しては大問が3題出題されていて、で、どちらかというと問題文の分量が多く、その与えられた問題文からその物理的法則を使って解いていくというような形式になってます。なので物理的な現象についてその文章だけで判断できるような深い理解が求められてきます。でその物理の定義やその問題文に隠された物理的そのルール法則に気づけるかどうかということが非常に一つポイントとなってくるので、そのあたりを意識して物理の対策をしていってください。で問題のレベルとしては、まあ、理学部と医学部共通の問題にはなるんですけども、難易度に関してはその比較的国立大学の中でも優しめに作られてます。物理のエッセンスと良問の風を使ってしっかり対策をしていってください。ただ医学部の場合、この程度の問題のレベルなら高得点勝負になってきます。なので問題の取りこぼしが許されない状況になってくるので、余裕があればその山形大学のレベルを超えて対策をしていってもらいたいと考えてます。その対策方法としては名門の森と物理重要問題集を使って対策をしていってください。でこのあたりまで余裕がある方はやっておいてもらえると、かなり山形大学の物理に余裕を持って高得点を狙える、そういう状況になるかと思います。これが理学部と医学部の物理でした。次、工学部の物理について話をしていきます。工学部の物理の問題はかなり複雑に作られています。他の国公立大学と比較しても難易度は高めの問題となっていますので、ある程度レベルの高いところまでやっておいてください。その物理的法則を、複数のテーマを一気に一つのテーマとして扱ったりするので、その問題文や、与えられた物理のその問題の設定を正確に一つ一つ紐解いて読み解いていく必要があります。そういう抽象度の高い、複雑な問題が出題されているので、余裕がある方は名門の森や重要問題集までレベルの高い問題まで着手しておいて対策をしていくことをお勧めします。最後は過去問を通じて、その山形大学の工学部の難解な複雑なその設定を読み解いていく訓練をしていってください。で法則に気づきさえすれば、あとは、一般的な物理法則を組み合わせただけの問題に変わってきますので、その複雑な設定を読み解く訓練を過去問演習の中でしていってもらいたいなと思ってます。まあ、学部によって問題が変わってくるので、自分の学部の問題、自分の今のレベルに合わせて対策を変えていく必要があります。そのあたりを慎重に判断していってください。今回は以上です。